オットオロベルト・フリッシュは、オーストリア出身の物理学者。1940年、共同研究者のルドルフ・パイエルスと共に、原子爆弾の仕組みについて、初めて理論的な説明を与えた。ウィーンで、ユダヤ人の家系に生まれた。父は出版業を営んでおり、母はピアニストであった。おばは同じく物理学者のリーゼ・マイトナーである。 フリッシュは幼い時から秀才として知られ、特に数学の才能に優れていた。しかし1922年にウィーン大学に入学すると、周囲に数学の能力に長けていた学生が、多く、また紙と鉛筆を相手にするより実際にものを作る、方が、性に合っていると感じたことから、物理学を専攻した。 ハンブルク時代の上司オットーシュテルンと、オバノリーゼマイトナー大学で1926年に、博士号を得て、ドイツの無名の研究所で数年間働いた後、ベルリンの物理技術協会での仕事の依頼を受けた。この経緯は不明だが、フリッシュ自身は後に、博士論文の指導を受けたカール・プリジブラムの推薦によるものだと推定している。ベルリン時代は、 工学部門に属し、新しい明るさの単位の開発に取り組んだ。一方、ベルリン大学のコロキアムにも参加し、ベルリン時代の最後の年には実験のアシスタントを務めた。ベルリンでは、おば、マイトナーの近くに住み、一緒に、ピアノの連弾をしたりコンサートに出かけたりした。1930年、ハンブルクに移り、 ノーベル賞受賞者であるオットシュテルンの下で職を得た。ここでは結晶表面を利用した原子解説に関して今までにない成果を生み出した。さらに、陽子の磁気モーメントが予想されていた値よりも大きいことを証明した。1933年、アドルフ・ヒトラーがドイツ国首相に就任するとフリッシュは、 シュテルンの紹介で、イギリスロンドン大学のバークベックカレッジの一員となった。そして一年間、パトリック・ブラケットの下とで、霧箱の性能の改善や人工放射線の研究を行った。ただし、この時フリッシュが改良した霧箱は、実際の実験で使用されることはなかった。その後は5年間にわたり、ニールス・ボアのいるデンマークのコペンハーゲンで研究した。 ここで、フリッシュの研究内容は、原子核物理、その中でも中性子の研究に特化していった。1938年のクリスマス休暇中、スウェーデンのクングエルブにあるマイトナーの元を訪れた。訪問中、マイトナーは、ベルリンからのオットー・ハーンとフリッツ・シュトラスマンからの手紙を受け取った。そこには、ウランの原子核に中性子を衝突させると、 副産物としてバリウムが発見されたと書かれていた。ハーンらはこの結果を説明することはできなかった。フリッシュとマイトナーは仮にウランの原子核が2つに分かれることがあるのならば、この現象が説明でき、その時にエネルギーが生み出されることを示した。このすぐ後にスタニスワフ・ウラムは核分裂は連鎖反応を引き起こし得ることを証明した。 1939年夏、フリッシュはバーミンガムへの小旅行のため、デンマークを離れた。しかし、第二次世界大戦の勃発により返ることができなくなった。そのため、イギリスで物理学者のルドルフ・パイエルスと共に核分裂に関する研究を行った。その結果、ウランによる原子爆弾の製造が可能であることが明らかになった。 二人は、その結果を、フリッシュ・パイエルスの覚書としてまとめた。この覚書は、原爆の爆発から、その後の放射性効果物までを予測していた。この覚書はイギリスにおける原子、爆弾製造計画の基礎となり、さらに、マインハッタン計画においても、同様の役割を果たした。フリッシュは、アメリカのロス・アラモス国立研究所で研究を、 行うこととなり、アメリカへ行くためには、イギリス市民である必要があったため急遽市民となった。上で、1943年に、アメリカへと移動した。ロスアラモス国立研究所の ID バッジ写真1944年の、ロスアラモスにおいて、フリッシュのグループリーダーとしての任務の一つは、臨海量を作り出すのに必要な濃縮ウランの量を、正確に見積もることであった。 クリッシュは 3cm の濃縮ランのブロックを一度に、数ダース積み重ね、中性子の動きを観測し、それが臨界量に達するのを見ることによって、この任務を成し遂げた。金属ブロックの中の中の中性子は、核反応が加速した時に上昇した。この実験は、失敗すると非常に多くの金属ブロックが溶けて、核反応の暴走を引き起こし、 中性子の放射線の近くにいるものは皆死んでしまうであろうと考えられていた。そのため、ロスアラモスで表議員をしていたリチャード・ファインマンをして、これは眠っている竜の尻尾をくすぐるようなものだと言わしめたため、ドラゴン実験と命名された。ある日、フリッシュは核分裂を引き起こす集合体に寄りかかっていたため、もう少しで核反応の暴走を引き起こすところだった。 中性子が自らの体で反射して集合体に戻されるという現象が起きていたためである。視界の隅で彼は中性子を感知するライトが点灯したままになっているのを見て装置に何が起こっているか気づいた。フリッシュはすぐにブロックを取り除くことによって大事には至らなかった。あと2秒対処が遅れていたら、 致命的な量の放射線を浴びるところであった。このような実験の結果、フリッシュらは、広島に落とされることになる、リトルボーイに必要なウランの量を決定した。1946年、フリッシュは、ハーウェルの原子力エネルギー研究機構の各、物理部門長の役職を得たため、イギリスに戻った。しかし、後の30年間は、 ケンブリッジのトリニティカレッジにおけるジャクソン教授職及びフェローとしての地位についた。1948年王立協会フェロー選出。引退前、フリッシュはレーザーとコンピュータを使って泡箱の秘跡を計測するスイープニックと呼ばれる装置を設計した。この装置には幅広い応用性があったため、 そのアイディアを活用するための会社として、レーザースキャニュー原会社の設立に携わった。1972年、フリッシュは、大学の規定により職を辞した。そして1979年に事故により死去した。フリッシュは、マイトナーと共に、核分裂の現象を理論的に説明した。原子核が、分裂するという表現を使ったのはフリッシュが初めてで、ある。 これは、生物の細胞分裂という用語を元にしている。ナチスドイツ政権下においては、ユダヤ人であるフリッシュとマイトナーは、ハーンとの共著で論文を発表することはできず、別々に発表する形となった。ハーンとシュトラスマンの論文は、バリウムの発見という実験結果を述べたもので、マイトナーとフリッシュの論文はこの現象の背景について、物理的に説明している。 さらにフリッシュは、ジョージ・プラチェックからの提案により、核分裂で生み出された物質を分離する実験を行い、成功した。また、イギリス時代、フリッシュは、原子爆弾に必要なウランの量を、初めて計算した。通常のウラン238ではなく、ウラン235を使用することにより、原子爆弾が可能となることはすでにボーアが、 指摘していたが、核爆発を起こすには連鎖反応の速度が遅く、実際に原子爆弾を製造するのは不可能だと考えられていた。フリッシュ自身もその意見に同意し、同様の内容の論文を発表していた。しかし、念のため計算してみたところ、今まで自身が想定していたよりも、はるかに少ない臨界量で核爆発が可能であること、そしてその爆発は、 非常に強力なものとなることが明らかになった。このことからフリッシュは原子爆弾が実現可能であることを知った初めての人物であるとされる。フリッシュは自らの才能に加え地理的、時代的な条件が重なったため各物理における大きな発展に直接参加し多くの科学者と信仰を得ることができた。その内容は晩年に表した辞典。 なんと少ししか覚えていないことだろうにまとめられている。ありがとうございます。